どうもー。本日も家康予想、愛のピースで車両をご視聴いただきまして、あり,ありがとうございます。愛の YouTuber、アイペップです。今回は7月からでも追いつける、どうする家康の6月のまとめです。このコーナーね、ちょっと企画倒れしてますが、頑張って1年はやりきりたいなって思います。ってことで、前回のあらすじからです。 あの、武田信玄が亡くなって、あの、武田勝頼の代になりました。で、勝頼は、なんか岡崎をね、なんかとにかく狙ってるんです。でですね、岡崎の近くにね、流し城っていうのがあります。皆さんもね、あの、歴史に興味ない人でも、やっぱ長篠の戦いぐらいは知ってるだろうってぐらい、あの、有名な戦い、 が、まあ、流しで行われます。で、その流し城は、あの、武田軍に包囲されていて、もう、陥落寸んでんです。流し城,城の、あの、城主の部下の人が、家康に援軍要請を参ります。それで、家康は、ね、あの、もちろん、よし乗ったーって、あの、感じになるんです。で、その時に、ね、ちょうどやっぱ、織田信長っていうね、あの、ジャニーズ同盟、 のね、岡田純一くんもね、来てくれてね、俺なら絶対勝てるなって思ってね、あのー、まあ、流しの城にね、に、あの、出陣します。でですね、流しの,の戦いがね、始まります。流しの,の戦いはえ、えぐかったですね。あの、教科書、歴史の教科書で、あの、書かれてあったと思いますが、あの、小田軍が、その10、銃、 をバン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 撃って、じゃあ、武田の騎馬隊をボッコボコにね、するっていうのがあったんですけども、まさにその通りにドラマもね、描かれてました。武田、勝頼がさ、その、みんな、行くぞーよーし、乗ったーって感じでめちゃくちゃ熱くて、なんか虹がかかってたんですよ。我らに正気があり。って、あの、 武田信玄がこんなね、名言言ってたんですけど、戦は、勝ってから始めるって言ってて、でも勝つよりは、で、そんなことを言っていたら天下は取れん俺は武田信玄を超えるなんて、まあ、すげえ熱くなってて、私はね、ああ、やっぱリスクを犯してこそ勝ち取れるもんだなって、勝つよりかっけえなって思ったんですけど、それと同時に、今、まあ、信玄がね、 あの、戦を勝ってから始めるなんていうようなこと言ってるんで、これもう巻きフラグ立ってんじゃないかと。もう、で、まあ、武田軍は、長篠の戦いで、大きく力を落とします。で、まあ、力をね、落としたんでね、じゃあちょっとなるべく楽して勝ちたいなってことで、家康の奥さんである、ね、あの、瀬名っていうね、有村かすみちゃんにね、ま、あ近づいていくんですよ。 で、有村架純ちゃんもね、よし、乗ったって感じで、あの、武田とな、なんか仲良くなろうとしております。で、ですがね、あのー、家康の息子と織田信長の娘が、まあ一緒になってるんですけど、織田信長の娘は、まあ、監視をしてるわけです。ね、なんかね、やましいことあったらいかんよな、っていうことで、それをね、まあ、信長に言っちゃうわけです。 でね、岡田純一が、あれ、ジャニーズ同盟、ちょっとこれからどうしようかなー、なんて考えていたところ、なんとね、勝頼とね、イエスが、その、まあ、聖ナさんを通して仲良くなろうとしてたんですね。で、まあ、あそういう同盟みたいのなのを、まあ、組んでたんですけど、勝頼がそれを、ね、あの、ばらして、織田信長と、 とかはいやす。まあ、要するに、ジャニーズ同盟を、本当に破棄させてやろうっていう展開になったのが、今回のある筋です。前回ね、本当に申し訳なかったんですけど、あの、その、5月の、あの、注目人物、お市さんにしたんですが、お市、全く出てこなくて、完全に、ね、読み外して、 ずれで申し訳ありませんでした。でですね、ちょっと今後の、まあ、展開なんですけど、まあ、やっぱ、次のね、注目したい人は、武田勝頼。武田はどん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 ね、落ちて、いずれ滅んでいくんで、勝頼がね、あの、どんな風にやっぱ生きていくか。結構ね、ヤフーニュースで、ね、勝頼って結構、あの、 できるやつだなとかって、なんか勝頼のニュースが多くないかなって思いましたね。あのー、まあ、勝ツって私に似てるな。なんか考えずに気持ちで動いてる感がありますね。で、で失敗して、すごい痛い思いをする。も私も今ね、ちょっと、うーん、まあ、とある、ね、あの配信アプリですげえことになっちゃっててね、ねお、うん、すごい追い,追い込まれてます。ですがね、なんか,か、 うまくね、切り返したらなーって思っております。ってことで、これを見たら、あの、7月からの、どうする家康、追いつけるような動画を撮りました。結構ね、あの、短くしようって思っても長くなっちゃうな。私、歴史がね、大好きなんです。どうする家康、あの、半年になってますが、皆さん、よかったら、私と一緒に見ませんかってことで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。